料理には欠かせない食材の一つである卵。多くの方は卵を買ってきたら冷蔵庫に保存するかと思いますが、冷蔵庫内での置き方によって鮮度が変わるということはよく知られている事実かと思います。そこで今回は卵の効果的な保存方法について解説していきたいと思います。常に冷蔵庫に保存。お店で卵を買って帰ったらすぐに冷蔵庫に保存し、調理するとき以外は冷蔵庫から出さないようにしましょう。常温で放置すると菌がどんどん増殖してしまいますので、必ず冷蔵保存をするようにしてください。最悪の場合、食中毒の原因となる菌が付着していた場合、増殖してしまいます。また卵を冷蔵庫から出し入れすると、卵の表面に水滴がつき、殻についた菌が中に入りやすくなるので、調理するとき以外は冷蔵庫から出さず、割った卵はすぐに調理するようにしましょう。卵の正しい向き。多くの方は冷蔵庫に付属している卵置きに卵を置くかと思います。その時、尖った方を下にして置くのが正解です。スーパーなどで売られているパックに入った卵は全てこの向きで置かれています。卵の尖っていない丸い部分には気室と呼ばれる空間があり、卵はそこで呼吸していて、それを上にした方が鮮度を保てると言われているためです。もし丸い部分を下にしておくと、気室の中の空気が上へ移動しようとするため、内部が不安定になり品質の劣化につながるのです。さらに気室は最も細菌が繁殖しやすい場所でもあるので、卵の丸い部分を下にしておくと卵の中身が下がってしまい、雑菌に侵されやすくなるのです。ドアポケットに置く際は注意。冷蔵庫によってはドアポケットに卵置きがついていますが、卵は振動に弱く、ドアポケットに置いてしまうと扉の開閉時に振動が加わり、殻にひびが入る恐れがあります。そこが細菌の侵入口ともなり得るのです。ですので、ドアポケットにある卵置きに直接置くのは避けるのが無難でしょう。卵置きが移動できるのであれば、ドアポケット以外のところに置き、卵の向きを尖った方を下にして保存してください。もしドアポケットに保存する場合は、振動の影響を和らげるために購入してきた時のパックのまま卵置きの上に置いて保存します。その時も尖った方を下にして保存してください。匂いの強いものの近くに置かない。卵には1万個以上の小さな気孔があり、外の空気を吸収しています。ですので、匂いの強いものの近くに置いたり、魚や肉の近くに保存するのは避けた方がいいでしょう。卵置きに直接置くことの欠点。先ほどまではドアポケットにバッグのまま保存することを除き、卵置きに直接置くことを前提にして話を進めてきましたが、それには欠点がいくつかあります。それは以下の通りです。卵置きに一個一個直接置くことが面倒。卵にひびが入るなどして細菌が卵置きに直接つき、菌が繁殖する恐れがある。卵が割れて中身が出てしまった時、掃除が面倒、菌の繁殖の恐れがある。菌が他の食材に付着してしまう。それでは次でこれらを解消するおすすめの保存方法をご紹介します。おすすめの保存方法。まず、卵を買ってきたら卵のパックを半分に切り取ります。切り取った卵の乗っていない方のパックを卵の乗った方のパックの下に重ねます。こうすることで振動の影響を受けにくくなり、強度が増して安定します。次に卵置きを裏返します。最後に裏返した卵置きの上に二重重ねにした卵をパックごと乗せます。こうすることで卵置きを他の場所に移動、または保管する必要がなくなり、無駄を省けます。以上で完成です。はじめの卵のパックを半分に切り取る手間を省くため、パックの中に入れた状態でそのまま保存するのもありですが、実は風水的に卵は生まれるという運気を持っており、
お金や楽しみごとを生み出してくれます。その卵をパックに入れたまま密封すると金運を生み出すことができないため、このおすすめの保存方法が最適なのです。以上、いかがでしたか。卵は健康にいい反面、保存方法を間違えると菌が増殖したり食中毒にかかる可能性もあります。保存方法には十分注意しましょう。ぜひ参考にしてみてくださいね。